こんにちは、市役所です。まず前半は新生児聴覚検査費用の助成について、健康推進課の中島さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、県内で初めて新生児聴覚検査費用の助成が始まったということなんですが、この新生児聴覚検査、どのような目的で行う検査なんでしょうか？新生児聴覚検査は先天性難聴という1000人に1人に起こる比較的高い頻度の聴覚障害を早期発見、早期対応するために行う検査です。はい、この検査どうやって行うんでしょうか？生まれて2日から4日までの間に赤ちゃんが眠っているとき、小さな音を聞かせてその刺激の反応で判断する検査です。なるほど。ではこの検査はどこで受けることができて、費用はどれくらいかかるものなんでしょうか？検査は産婦人科、医療機関などで行っています。はい、費用は医療機関により異なりますが、2000円から8000円までの全額自己負担となります。なるほど。この検査費用が全額自己負担となると、検査を受けた方がいいのはもちろんわかるんですが、中には検査をためらう人もいそうですよね。はい、そうですね。東近江市では約1割の人が検査を受けておられない現状があります。なるほど。そこで検査費用を助成して検査を受けやすくするということなんですね。はい、費用の一部を助成し、聴覚検査の受診率を高め、赤ちゃんの聞こえの問題を早い時期に発見し対応できるようにしたいと考えています。はい、では助成金額を教えてください。新生児1人につき2000円です。検査費用が2000円までの場合はその金額になります。わかりました。では検査費用の助成の要件を教えてください。平成29年4月1日以降に生まれた新生児の保護者で、検査を受けた日に東近江市に住民登録のある人です。はい、では申請方法をお願いします。申請用紙は母子健康手帳交付時にお渡しします。東近江市指定医療機関の場合はその申請書に必要事項を記入し、検査を受ける前に実施医療機関にお渡しください。はい、今お話にあった東近江市指定医療機関はどの医療機関なんでしょうか？東近江市の笠原レディースクリニックと東近江総合医療センター、近江八幡市の上田ウーメンズクリニック、太田産婦人科医院、鶴崎産婦人科医院、湖南市の野村産婦人科、甲賀市の浜田クリニック、彦根市の神野レディースクリニック、神野レディースクリニックアリス、合計9つの医療機関です。はい、この9つの医療機関以外では受けることはできないんでしょうか？はい、東近江市指定医療機関以外でも受けていただけます。はい、各医療機関が定める聴覚検査費用を支払い、新生児聴覚検査を受けてください。はい、検査実施後2ヶ月以内に助成するための書類を健康推進課または各保健センターに提出していただきます。なるほど。2ヶ月以内に手続きをすればいいんですね。はい、新生児に添付していただく書類等がありますので、詳しくは健康推進課または各保健センターまでお尋ねください。わかりました。ぜひすべての赤ちゃんにこの新生児聴覚検査受けていただきたいですよね。こんにちは、市役所です。前半は新生児聴覚検査費用助成についてお話をお伺いしました。中島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。